剣心様。あの方のお心打ちが、私などにわかるものか。だから、だからこそ私は、冷たく煌めく、剣でありたい。誰もが立ち上がれる予感、それを築くために、 誰かの道をくじくというのか。誰一人くじけねえよなんてありえねえさ。なら一刻も早く、その先に備えるまで。主のためにたやすく狂える。お前は、幸せ者なのだな。主のために狂えぬのなら、貴様がただ不中なだけだいや、ちょっと、目のやり場に困るっつうか。 俺、すげえ見ちゃってるけど、いいそのふざけきった態度お前は刑事か申し訳ないが、哀れみなら不要だ。それはこの現実をけほども変えはしないから。ふふ。剣よ、ごらんなさい。虎が一匹迷い込んだようです。はい、剣心様。 おまけに面倒な猿までひっついてきています。軍神上杉謙信殿この真田玄次郎雪村ゆえあって、貴殿に勝負を挑みたく候。動つうわけで、お邪魔してますよっと。ああ、春日には気をつけろよ、大将。何か怒ってるっぽいし。<laughs> あの忍びの娘は、苦手でござる。 恐怖あ、現れたかお前人を物のけか何かが出たかのように無礼な奴や,やはり気に入らない剣心様の元へは行かせないち、違うそ、うではござらぬそなたは苦手な相手ゆえ、できれば愛大したくなかっただけのことを私が苦手。 どういうことだそ、それは、それだけは、この雪村、口が裂けても申せぬ。な、この、結局無礼じゃないか一体、私の何が苦手だと、き、気になる。いえ、言わないかも、ね 申せぬ申せぬのだーなぜ目を閉じている馬鹿にしているのか、貴様こ、これも、修練の一つなりう視線が一点に吸い寄せられるなぜだうんお任せくだされ拙者があのノイチの動きをじっくり観察いたしますれば 愛まみえるだなんて、そんな、だ、ダメです。そんなこと、させません。く、私の、何が、気になる互いに忠義者、絆者であるがゆえかな。お前のその物腰が、時折あいつを思い出させるんだ。誰のことだか知らないが。 教習ならよそでやれ。会いたいなら、さっさと会ってくればいいだろう。ひたむきよりもまず、素直になるんだ。でないと、幸せになれないぞ。もう、私のことなんか、放っておいてくれ。か、春日さん、僕が一二万になったら、お、お嫁さんになってください。ば、バカ。子供が何を言っているんだ。 見覚えがあると思えば、いつかの豊臣のものか。お前誰つうか何俺様の邪魔しようってのねえ。一度ならず、二度までもあの方に殺意を向けるとは、許されざる罪だ。二度たった二度ブーケンが。 あの日からずっと向けっぱなしだこいつを見ていると、胸の奥の、謙信様のお姿が、正気に覆われて、霞むんだ。あのさ、閻魔城にも乗らないデクに用はないから、そこ、どいてくれるへそだし女よ俺様は、 ただ、上エスギさあ、じっくり、じわじわ、ぐちぐち、ねちねち、ねぶりばらしたいだけだ。この、貴様よくも、私の剣心様を、け、けすな言葉で、怪我したなけへいデクが怒ったデクのくせに怒った 死ね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 ケン様。お願い、です。逃げてケー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 ケ お前じゃ、役者不足かな今日ほど、人を殺める技を授かったことに、感謝する日は、ない。剣心か。あの頃は世話になったな。元気にしてるかいああ。お前に心配されるまでもない。すこぶる健やかでいらっしゃる。剣心のやつ カ日ちゃんの恋心にも、そろそろ答えてくれるようになったんじゃないがいそ、そんなことは。まあ、でも、実は先日、謙信様が、私に白無くの話を。いえという夢だ夢を、見たんだ。諦めるの早いって そいつをマサユメにすまじないがあるなにそんな術、忍びにもないぞ頼む刑事、教えてくれ確か、今日を唱えるんだけど、ナムなんだっけ思い出せ、刑事思い出したでも、このまじない、 夢の中身を人に喋っちゃいけないんだった。しまった刑事に話してしまったあしまったケ信様からの言とづてをあの風雷坊が国を咲か世も末だな。まあ、頑張れよ、刑事ありがとうよ謙信に世話になったおかげだ。カスガちゃんも 剣心と頑張れよなぜ王だなんて、馬鹿げた名乗りを上げさせたんだお前なら、どうとでもできたはずだろうおそらくは、てめえら主従のそれと同じだ。俺とて必ずしも、すべてをいめきれるわけじゃねえ。もっと早くに、貴様を暗殺しておくべきだった 剣心様さえ、それをお許しくださったなら。はっ軍心も時には精鋭を断じるか。物が百匹詰めかけようと、傷一つすらつかぬはっ一刻も早く目覚めてくれたまえ。それが主のため、ひいては私のためにもなる。やはり、 そうしなくてはいけないのか。今のままの私では、お仕えするには不足なのか。謙信様から伺った。お前は、最愛の人を、その手で。愛など、打弱を招く呪いに他ならぬ。あの方を守ってみせる。私の命に変えても。死を覚悟しているか。 では死にたまえ。一度しか言わないぞ。ヒレとしたくなければ動けいいなヒレンは慎みこそないが、情はあるようだな。正義を、その言葉、ありがたく頂戴するとしようお前は、周囲を不幸にしたいわけではないんだな。以前とは、ほんのわずか、違う輝きを感じる。そう。 なの位置にはわからない。ただ、長政様は、長政様だけは。愛を囁くってなら、夜の海が一等よ。なんなら、俺の船を貸すぜ。な、何よバカなケーシ心様と二人、夜の海で。 様は嫌な感じがするんだ軍心の手駒か邪魔だななあ俺たちって息ぴったりだと思わないバカお前の底が嫌なんだ一緒に里帰りしようって剣考えてくれた返事はなあ するわけないだろうこのバカ猿主も帝を快くは思わぬであろう。軍心を引き剥がすため手でも組めれば幸いだが。ふっ。私を動かしていいのはただ一人。あの方だけだ。カスガちゃんカスガちゃんカスガちゃん夜な夜な夜な なぜ貴様は私をまっすぐに見ない,いやましいことでもあるのか一途な心の美しき忍びを、忠勝とて無人である前に、ははは、そう怒るな、忠勝。忍びの技、最加に取り入れてみるのも悪くない。宵 <laughs> 闇の花の方とは、 忍び同士のお仲間ですか私、あの人のことをもっと知りたくて。フーマ、あいつは伝説ゆえに謎だ。見子よ。奴には近づくなねえ、くの一料理ってあるの食べてみるか食材集めからしてもらうぞ。あなたのような方からこそ、多くを学ばねばなりません。さあ、教えてください。 人を慈しむその心。なんだ一体何を言って。少なくともその目、僧侶のものではないな。地下を移動するなんて、お前はモグラか何かか。必要に迫られたんだよ。ほっといてくれ。何をぼさっとしているのです、芸者ガール。すぐに幹部信者に酒をついで回るのです。私は天心様以外にお酌はしない。 それ以前に、その芸者なんとかでは断じてないお前の主のしつけ、まだなってないようだな。私でよければ、話をしてやってもいいぞ。そのお言葉だけで。カスガ殿が来たら我が君、芸者芸者と余計はしゃぐだけだもの。剣のために、剣心様を切るだとふざけるな忍び。 ましてや女子に剣の道はわからんで当然ね。道を塞ぐなら切るしかなか。伝説の忍び。貴様の誇りは、その程度のものだったのかたとえ私が弱くとも、今の貴様に負ける気はしない